Let's go play baseball. よし、よし、よし。ノックで押すか。はい、ロンダンズ戦第2節模様はオーバースローになった私赤平がお送りしていきたいと思います。初回ロンダンズさん先頭はおなじみの山本さんです。ここは赤平打ち取ってワンアウト。2番大柳さんはフルカウントからカーブを振らせ空振り三振。3番の長谷川さんは歩かせて4番吉田さんの場面。この試合サードは木村壮です。送球若干それますが正樹が掴んでしっかりアウト。一方ドンダンズ先発は濱田さん。チェリー先頭は正樹打ち上げます。キャッチャーフライワンアウト。その後連続四死球などでツーアウトランナー一二塁で5番助っ人の高橋選手が打ちます。レフトオーバー。二塁ランナーの吉次がホームイン。そして送球返ってきますが赤平もセーフ。高橋選手の2点タイムリーとなります。そして同じく助っ人の6番木村壮がセンター前へ落とします。これがタイムリーヒットとなりさらに1点追加。チェリーはこの回3点先制。2回赤平の投球はセンターの田村さんをセンターフライ。続く6番バッターをライトフライに打ち取ります。そして7番バッターの長内さんをシンカーで打ち取ってテンポよく三者凡退。この回も先頭の正樹が打ち上げてショート後方に落とします。その後連続フォアボールでランナー満塁のチャンス。
ここで4番の赤平レフトへ、これがレフトの頭を越えます。まさきが意地のスライディングホームイン、チェリー1点追加。ここでドンダンズはピッチャーを交代します。鎌田さんから助っ人で来ておられる左ピッチャーの方へ交代します。なかなかいい球を投げますね。この後内野ゴロ間に1点を追加し、さらにランナー1、3塁で木村壮、打球は詰まっていますがこれがセンター前へ落ちます。これがタイムリーヒットとなり1点追加します。その後押し出しなどがあり2アウト満塁となって1番まさき捉えます。ライトを越えていきます。三塁ランナー、そして二塁ランナーがホームイン。チェリーはこの回6得点のビッグイニング。勢いに乗るチェリーは3回の裏ワンアウトから4番赤平、左中間を抜いていきます。赤平は三塁へ向かいます。スリーベースヒット。そして続く高橋選手が打ち上げて、これがショート後方に落ちます。レフト前ヒットで赤平がホームイン、1点追加。さらにランナー三塁から木村壮がセンターへ打ち上げます。これが犠牲フライとなってチェリーはさらに1点追加。この回先頭の4番吉田さんを見逃し三振としますが、強打者の田村さんにレフト前ヒットとされます。続く6番バッターにもヒットを浴びてランナー1、2塁となります。そして7番幼いさんを歩かせて満塁となった場面で8番鎌田さん、ピッチャーゴロ、赤平はホームへ、そして近内監督からの送球が打者走者鎌田さんの背中に当たってしまい、その間にセカンドランナーがホームイン。ドンダンズが1点を取ります。そして2アウトランナー2塁3塁で1番山本さん、サード木村壮からの送球をまさきがしっかりキャッチします。4回の守備からボンダンズさんはキャッチャーが長谷川さんから田村さんへチェンジします。綿密な打ち合わせをしておりますね。この回先頭のレンちゃんはショートフライワンアウト。続くしかない監督は追い込まれてから空振り三振2アウト。そして1番の正樹はサードへのファールフライ3アウト。チェリー打線はこの後そのフォークに苦しめられます。5回の赤平のピッチング、この回の先頭の大柳さんを力で押し込みますが内野の頭を越えます。ランナー一塁で長谷川さんの場面、サードライナー、そしてサードからファーストへ転送、アウト、ダブルプレー完成。
4番吉田さんはサードゴロ。この試合サードへの打球が増えております。チェリーの攻撃、先頭は吉次。初球アウトコースいっぱいストライク。2球目はファールで追い込まれます。1球ボール球を挟み4球目、吉次見逃し三振でワンアウト。そしてアッキーは打ち上げてレフトフライ、ツーアウト。そしてこの日2安打の赤平、初球は外の高めに外れます。2球目は胸元のボール球、3球目はインコースに変化球が外れます。赤平スリーボールから高めをファール。そして厳しいコースを空振り、これでスリーボールツーストライクとなります。バッテリー間のサイン交換が終わってフォーク来た。赤平スリーボールから空振り三振でスリーアウトチェンジ。一方的な展開かと思いきやボンダンズバッテリーも意地を見せ始めました。チェリーはピッチャーを赤平から吉次へスイッチします。あーだるそうでいいっすね。先頭の田村さんはサードゴロ、またもやサードゴロ。木村壮送球それます。その隙に諦めかけた田村さんは一塁へ到達。続く6番バッターは高く打ち上げます。これはファーストフライ。まさきがジャンピングキャッチ。そして2アウト1塁で鎌田さん、ピッチャーフライ3アウトチェンジ。ボンダンズマウンドには山本さんが上がります。40代でパワープロ王子こと山本さんが投げます。パワープロはいいよな。面白いしな。パワープロやってるやつに悪いやつなんか一人もいないよな。6回チェリー先頭の今日4打点の高橋選手はレフトへのフライ、ワンアウト。そしてこの試合サードゴロを過処理している木村壮、痛烈な当たりですが山本さん取ります。パワープロ的に言うと打球反応丸です。ツーアウト。そしてドンダンズ入団が確実されている佐々木君は差し込まれてピッチャーゴロ。山本さんが好リリーフを見せます。
チェリー最終回の守備は相手バッター敦島さんから。ここはショートゴロに打ち取って、レンチャンファースト送球がそれます。ノーアウトのランナーを許します。続いて1番バッター山本さんはサード木村壮へのゴロ。ここは木村壮あまりにもかしょりすぎて逆に弾いてしまいました。しかし吉嗣このピンチにも動じず、大柳さんをセカンドフライ。3番の長谷川さんもセカンドフライ、ツーアウトとします。最後はこの日8回目の守備機会となる木村壮がゴロを処理して3アウト、試合終了。この試合のスコアは11対1をもちましてチェリーの勝ちとなりました。以上ナレーション赤平でお送りいたしました。ありがとうございました。野球人の皆さん、野球を楽しんだ後はバイキンがいっぱい。お家へ帰ったら手洗いうがいをしっかりしましょう。青森野菜球情報局からでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけると嬉しいです。次回の動画もよろしくお願いします。